た。こんにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、ちょっと中日、1日の単独首位からはちょっと順位を下げては、今現在なんですけれども、5月6日で現在いますが、ただ打者で非常に成長してきてる選手がいますね、たくさん。なんか将来見えてきたな、中日は。そうなんです、まあ、そういった選手、例えば村松選手であったりとか、はい、まあ、ファームから上がってきて成績残している石川昂弥選手、はい、そしてファームからこちらも、上がってきた高橋宏斗投手など、若手の選手の成長が著しい。いやもう戦ってるな。そうなんですよ、まあ、村松なんかも3連戦で12本やって1試合平均4本。そう、いや普通さ、俺らなんかもう試合に出て3連戦が始まる前にローテを見るよね、だいたいこういうピッチャーが来るなと。あ、じゃあこの3連戦で5本ぐらいは最高打ちたいなみたいな、うん、まあ、最低4本かなみたいな、はい、立てるんだけども、うん、12本だってちょっとね、考えられないよな。えぐいです。いやでも確実にやっぱ村松なんかはバッティングが成長してるね。してますよね。してるしてる。だからもう本当にあの内野の一角をね、うん、まあこの選手で一人で埋めるんだろうなっていうような。そうです、まあ、そこまで来てるし、あの今シーズン始まりの時はもちろんスタメンではなかったですし、はいはい、あのね、田中美希也選手、ロドリゲス選手だったりとか、田中美希也選手、山本選手だったりとか、なかなかそのポジション取れない中で上がってきて、そしてすぐにあの打つ方で結果残して。そうだな、すごいですね、まあ、去年とはもう全然違うからね、バッティングの内容が。何が変わったんですかね。やっぱり慣れもあるし、やっぱり一つのものをこう掴んだのかなっていう感じはするよね、形というものを、うんうん、でこうなったら打てる、こうなったら打てない、まあ、そういうものが分かってきたのかなっていう感じがするし、うん、まあ、12本も打てるやつっていうのはやっぱ一つのノリをなくしてないよね。そうですね、ずっと続いてる。こうなんかこうアップテンポでずっといってるっていうかさ、うん、もう何でも打てちゃうみたいな。そう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 、だからまあそういう選手っていうのはすごく強いしね。豊さんもそういう状態の無双の時ってありましたか。いやもうなくはないけどな、なくはないけど、まあだけど12本っていうことはないなそういう時の感覚どうなんですか。もう本当にそれこそ何が来ても、うん、振ったらヒットコースに飛んでるみたいな感じだよね。何がか、その体ももうどこにでも反応できて。まあそうだろうな、体の状態もいいんだろうな、まあ、だからよく言うじゃん、心技体って、うんうん、だからこういうものが合致した時に状態はいい、うん、だからこのことを忘れないことだよね。あ、どういうふうに打ってるのか、うん、ね、どういうふうに体が感じてるのか、うん、まあ、こういうことをやっぱ記憶として経験としてこう積み上げていくっていうことがすごく村松にとっては大事なことかな。もちろん長いそのシーズンの中できっとそのちょっとね調子が悪くなって打てなくなる。いやこれね、12本打ったでしょ、うん、まあ間もなく下降線に入るから、うん、誰でもでもそうですよね。そらね、うん、フォアボールも重ねたら、うん、3連戦で何回塁に出て駆けずり回ってんの。本当だ。そうなってくるとスタミナがなくなるに決まってんだって。そうですよね。ああ、だから落ちるには、うん、落ちるに決まってるから一旦はそうですよね。そうそう、だからその時にいい状態のことをこうなんていうの、体が反応できるようにしとくかどうかっていうことだよね、うんうん、さあ石川昂弥選手、はい、まあ、最初高橋周平選手にポジションを奪われ、あの怪我で、ね、離脱してからもなかなかファンから上がってこなかったんですけれども、呼ばれてからもう今結果を非常に残していて、まあ、彼はやっぱ中日のスターにならなきゃいけない選手だよね、はい、うん、だからなんかねこう熱さがないんだよ。もう燃えたぎるものですね。燃えたぎるものが出てこない。これが出てきたら本当の、うん、まあ、一人前になるしスターになっていくだろうなと思うね。こうもっと なんて言うんでしょう、溢れみなぎるものですよね。そうそうそう、だから、うん、ただね、そのなんかこうやって構えてパーンとミートしただけで、うん、放り込めるんだ、はい、まあそれなりのなんかこうポテンシャルの高さっていうのは感じるよ。ただ、うん、やっぱプロだから演出しないと、まあ、それも含めてプロですもん、エンターテインメント。そうそうそう、なんかもう大根役者だもんね今なんか、まあ、そうですね、クールというなんか、なんかこうなんてセリフ読ましたら棒読み、うん、はい私はあなたのことが好きですみたいなあの一字一句間違えないんですけど、そうそうっていうとこですよね。時々間違えるけどね趣味でそうですね、そうです。いやだけど彼のやっぱ魅力っていうのはねすごく感じるし、うん、やっぱ彼が
まあどこのポジションになるかわからないけども、うん、やっぱり野手の中心としてね引っ張っていくような、うんうんうん、まあそういう選手になってこなきゃいけないし、あの引っ張っていく厚さっていうのもこれから多分必要ですよね。そう、戦いだからな、うんうん、でもこのファームから上がってきてそのバッティングがいいって何か去年と悪い時とその変化っていうのは何かあるんですか。やっぱりなんていうの、今は子供の時にご飯を食べたら少しずつ身長が伸びるように、はい、ゲームを出せばそれなりの成長があるんだやっぱり、うん、で昨年からこう続けてずっとやってて、はい、まあ、ファームに行ったけどもまた上がって使ってもらえる、うん、まあ、これがやっぱりちょっとずつでもやっぱ成長してきてるんだよ、うんうん、だから何が変わったとか変わらないっていうやっぱ経験とか慣れとか、はい、そういうものが成長につながってるんだよ、うんうん、だからまあこのまま使い続け使い続けたいと思えるぐらいの魅力を、まあ、失わないでほしいな。そうですね、うん、あとはまあライバルではないですけど去年とは違う状況でやっぱりうかうかしてるとやっぱ高橋周平選手にポジションをね一時奪われたわけで、そういう、そう危機感というかそういうのも何かメンタルだったりとかで変わってきたりとか、だから彼はそれを感じてるのかどうか分かんない、ね、確かに分かんないですよねだから村松とかなんか敏感に感じてそうだけどさ石川ふーんみたいな、なんかそうですね、そんなだからな、そのなんていうの、そういう器のでかさじゃないけどもさ、なんかそんなものもちょっと感じる部分はあるんだよ ね、 マイペースというか、そうギスギスしてないというかさ、はい、だからまあそれが彼の魅力でもあるけども、うん、やっぱこうチームの中心になってリーダーになっていこうとするとね、うん、まあそれでは困るし、はい、うん、なんとかなるよみたいななんくるなるさじゃダメだもん。そうですね、だからなんていうのかな、まあチームを引っ張っていけるぐらいのポテンシャルはあるから、まあ精神的な支柱にもなってほしいし、はい、まあ、頑張ってほしいなです、ね、まあ、全力プレーっていうところもね言われてるので、ね、まあ、そうだ、あともう一選手高橋宏斗投手、あ、もう上がってきてから、いやこれはなんかもう近々メジャー行くななんかあの今年は出だしがやっぱりフォームが定まらなくちょっととちらかってしまってもう下手調整っていうことからのスタート、物が違うな、どう修正になったんですかね、まあ、普通に投げときは速い球行くし、うん、普通にやるときはいいんだよ、無駄に考えるからおかしくなるんだ、うんうん、ね、ま、なんかいいものを取り入れようっていうのはねもちろんあるでしょうけど、だからね、もうシンプルイズベストって言うけど、もう本当に自分の素質を信じて投げとけば、うん、この子は大丈夫だよ、あ、もうそうですよ、誰になりたいとかなりたい真似しようとか、うんうん、あんなこと考えなくて、うん、自然に投げときゃね、ポテンシャル高いから抑えられる、ね、ヤクルト戦なんかすごかったですね、すごかった、もう圧倒してたからなこれはもうテレビ画面見てても打てないと思うもんね、まあ、9回ねちょっと3失点ってのありましたけど、あれがおかしいってお前何をやっとんだってそうそう、もう考えろって、6点あってほんなら慌ててゲッツ欲しいかってもっと楽しんで降りろみたいな、そうですね、あんなもん取ったらなんかランナーと一緒に競争してベース踏みゃいいのに、焦っちゃってビョーンって、次も同じけどビョーンって、はい、何よ、勝って後味が悪いっていう、あ、そう、本人もそうだったでしょうね、なあ、じゃあそうじゃなくて、うん、よし投げ終わったやった、完封できてた試合をさ、うん、自らボート掘って、はい、マウンド降りてるから最後降りちゃったっていう、おいおい完結できないかこの試合そうです、ただね、8回まで本当にあのヤクルト打線をゼロで並べてたので、そうだね、やっぱりすごいピッチャーなんだ、いやすごいよ、それもお前2安打に抑えてたの、ヤクルトですよ打線はね、え、はい、なかなか打てないし、ただ石川と違ってガッツあるな、なんか、まあ、ガッツあるんですよね、石川選手にもあるんでしょうけど、なんかこうみんな出てますよ、みなぎっててセーフティーバントやってそうそう、すごいお前そのピッチングしてるんだったら別に出なくていいだろうみたいななんかそうですよね、まあ、でもそれをまあ細川のホームランがね、あ、そうでしたね、あの出て3点取って、いやだから闘争心もあるし、うん、やっぱ立派だと思うし魅力は満載だしね、うん、だからこの3人今挙げた、はい、まあ、村松、石川、高橋宏斗、はい、まあ、こういった3人が中心となってね、まだ細川も25歳だからな、
もうちょっと言ってるような感覚がだろう。ありますね。だけどあの25歳だからさ、いや若いな。若いだろ、はい、で田中美希やとか、はい、カリステは何歳だ。カリステもう若いと思う。カリステ若いですよね、きっと。カリステもずっとねいてくれるとありがたいし。あ、結構行ってる。今年30。あ、カリステ結構行ってますね。行ってるけど分かんないあれいや岡林若いしさ。若い。これはもう本当に将来見えるよ。あ、いいチームになるぞ、よく立浪監督とかね、ファームでも、ね、昨年まで加藤が今ヘッドだけど育ててきたなと思うもん。本当そうですよね。なあ、うん、だから本当にこれから編成さえ間違えなかったら強くはなるよ、うん、編成さえ。いやだからこういう軸の軸になるような選手は育ってきてるわけじゃない。あとはどこをどう補っていくかという編成が大切だけども、はい、うん、それを間違えなかったらもう確実に強くなる、うん、もうね強くなる片鱗はもう今年見せてますから。あるある。だからもうミキはある程度こうできてきてるから、うん、だからあとはこう、まあ、枝葉ではないけども、うん、やっぱどういう編成をしていくか、うん、どういう刈り込みを入れてきて綺麗に見せるか、はい、まあ、こういうことがやっぱ球団としては大事になってくるよな。そうですね。だからね、豊さんもおっしゃってた3年ではなく5年、5年は必要だな。必要っていうやっぱり見据えて、そこで何かもねさらに強くなっていく中日っていうのを見たいですよね。いやもう間違いなく強くなるし、うん、まあ、今年もまあ全然チャンスあるしね、うん、はい、これから若手が成長し続けていけばこれは相当な脅威なチームになっていくよ、うん、そうですよね、うん、でこれが若手なので長期続いていくと考えれば、いやそりゃそうだよ、ね、長期的にすごい非常に楽しみですよね。もう大島なんかこうやって見てんじゃないの、いやもうあんまり成長すんないみたいなまあでも大島選手ね今ずっとスタメンで、いやまあそうだよ、ね、出てたので、うん、いやだからなんていうのかな、まあ、将来は本当に楽しみな選手がたくさんいるなと思う、ね、だって受け持った時には外野手しかいなかったんだから。ああそっか。え、内野どこにいるのみたいなでしたね。だ19人だよ外野手が3つのポジションであのどういうスカウトだったんですかね。いやだからそこが編成だって。ああそういうことか、うん、だからバランスよく配置をし、うん、どれだけ優秀な人間を取ってくれるかっていうことが、うん、やっぱこれからの課題だよ。そうですね。まあ、今いい感じにね中日若手それから中堅どころ、うん、はい、そしてベテランっていうのが非常にこうねチーム一丸となって戦っているっていうのは、まあ今その若手の野手村松石川って言ったけど、はい、これが本当のこうチームのガチッと中心になった時に、うん、ピッチャーが手薄になってる可能性はあるな。もちろんね柳投手やっぱ年々年取っていくからな。そうですよね。小笠原投手涌井投手だからもうここら辺でやっぱりしっかりした編成ができてるから、編成にかかってるからチームって。そうですね。あなんかねそうなってくると長期の安定した強い中日っていうのが今後もね見られそうなので、まあそうだな、うん、だからまあ楽しみが一番詰まってるチームっちゃ言えるよ、うんうん、そういうことが。そうですよね、うん、あとはね若手の選手がこう、ね、シーズンいろんな波もあると思うんですけれども、そのあたりうまくこう切り抜けながら、はい、こうバイオリズムというかねこう安定していけるといいですよね。まあ、そうだな、うん、だからまあ中日っていうのは比較的コーチが選手に対して、言ってもいい球団だし、はい、ね、まあ、ある球団では聞きに来るまで言うなみたいな、うん、まあ、そういうところもあるけども手取り足取りできる、はい、でやっぱ立浪監督も片岡ヘッドもやっぱ厳しいからねある程度、ね、で練習もやっといた方がいいよみたいなことは催促させるから、はい、だからまあそこら辺ではねなんかこう貯金若手の時には貯金を本当にトレーニングで積んどいた方が、うんうん、まあ、ベテランになった時にはなかなかねへこたれないし、はい、でその貯金がないとへこたれるのは早いから、だからまあそこら辺もね、うん、うまく練習して、はい、鍛錬して、うん、まあ、頑張ったら本当にいいチームになるから、そうですね、頑張ってほしいと思います。はい。